弟の夫は、タガメ五郎による日本の漫画作品。月刊アクションにて、2014年11月号から2017年7月号まで連載。小学生の娘、カナと、不死二人で暮らすヤイチと彼の弟の結婚相手であった、カナダ人男性、マイクが織りなすホームドラマ。第19回文化庁、メディア芸術祭漫画部門優秀賞。 第四十七回日本漫画家協会賞優秀賞を受賞。第三十回アイズナー賞最優秀アジア作品最優秀賞受賞。NHKBS プレミアムのプレミアムドラマ枠で二千十八年三月にテレビドラマ化された。本作の連載開始から十五年ほど前に月刊アクションの編集部に男女老ク外装資銀の花全参観が送られたことがきっかけで、 本作の担当編集者は、タガメの作品に興味を抱いていた。一方、タガメもライターから一般紙での掲載を進められ、同性婚が世界的な話題となっていた上に、これまでの作品が異性愛者の読者からも評判が良かったことから、異性愛者向けのゲ漫画を描きたいと考えていた。本作の連載開始までの間、別の一般紙からもオファーがあり、男性に告白されて、 主人公の性的思考が揺らぐというプロットが編集者には受け入れられても編集長から却下されたことがあった。タガメはこれまで男性同士のハードな性描写を主として扱ってきたため、どのように一般向け作品を作ればよいかわからず、悩み抜いた末に弟の夫のプロットを月刊アクションの編集部に持参した。カイユのインタビューによればタガメ自身は過去の経験から 編集部の反応に対して半信半疑であり、連載されても目立たないところに掲載されると考えていたため、編集長が表紙に載せると決めた時は驚いたと振り返っている。タガメはこれまで活躍してきたゲーム家雑誌と一般誌の表現の手法が異なることに気づき、ヤイチがカナの父親としての役割を果たしていることを示すために、 これまであまり描かなかった日常生活の場面を強化した。これに伴い食事の場面も増え、キャラクターの性格や文化交流を示す要素としても、食事は重要な要素の一つとなった。ヤイチは小学生の娘、カナを男で一つで育てるシングルファーザー。そんな彼のもとにヤイチの双子の弟、両二の結婚相手だったカナダ人男性、マイクが訪れる。 父に双子の弟がいたこと、おじが外国人男性と結婚していたことを知った、カナは驚きと共に突如現れた霧のおじであるマイクに興味津々。こうして不思議な同居生活が始まった。作者であるタガメ言語ローバイスメディアのジェームズ・イエーは日本では認められていない男性の同性婚の扱い方について触れ、男性キャラクターを筋肉質に描く。 チャの作風を美しく感動的で人間の語に深く切り込んでいると評した。チャールズ・プリアム・ムーアはブログを急に寄せた記事の中で弟の夫は支えながらも様々な場面での同性愛に対する憲法が日々積み重なった結果、弥一の弟である両二が日本を去ったということがほのめかされていると現代日本における同性愛に対する憲法感の扱い方について触れ、 小さくて目立たない偏見も、また大々的な偏見と同じくらい有害であること、そしてそれらの偏見は、処理しやすいとは限らないことを、タガメは表現したかったのではないか。タガメはそのことを理解しており、物語の後半は、希望に満ちた展開となっており、読者も希望を持つだろうと述べた。アニメニュースネットワークのレベッカ・シルバーマンは、弟の夫は、 偏見や先入観が相手だけでなく自分たちをも傷つけることを率直かつ静かに我々の感情へ訴えかけている。心を痛めるような要素も心を温めるような要素も織り込まれている。文、第一巻は読む価値があり、他の人気漫画では見られないような体毛の描写といった、高めの実直で綺麗な作風も、また作品にリアリティを与えている。 読んでいるうちにハマってしまうような作品だが、考えるべきところがたくさんあるだけでなく、本当に終わってほしくないと思える作品でもあるとして、A マイナスの評価をつけた。その一方で、シルバーマンはマイクをキャラクターとして成り立たせるための、時間と、絵柄の一部について批判的な見解を見せた。2015年、本作は、第19回文化庁。 メディア芸術祭漫画部門優秀賞を受賞した。2016年には第44回アングレーム国際漫画祭にて本作のフランス語漫画最優秀漫画賞にノミネートされた。2018年には第47回日本漫画家協会賞優秀賞を受賞した。NHKBS プレミアムのプレミアムドラマは区にて2018年3月4日から3月18日まで。 放送された。全3回。5月4日には NHK 総合にて全3話が一挙再放送された。主演は佐藤隆太。主要人物その他。ありがとうございます。